駅構内1977年国鉄地北線時代の境の駅と周囲500メートル範囲右が北見方面千鳥式の相対ホームに面2線であるが島式ホームは短い簡易型であった駅舎横の北見側に貨物ホームと引き込み線がある駅裏側の貨物積み下ろし線は池田川分岐を切られて引き込み線化されているかつては 木材搬出を行っていた駅の一つとして、駅裏の大半がストックヤードとして使用され、たくさんの木材が望みされていた時期もあったが、倉庫や一般家屋、機構上の敷地に占められて跡形もない。その後無人化と伴いに島式ホームが撤去され、駅舎側本線に防線化された。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成堺の駅は、北海道所郡桶ところ群桶戸町和座堺のにあった、北海道地北高原鉄道ふるさと銀河線の駅で、ある。電報略号は佐野。付近に、桶と原野と訓熱風原野の境をなすことから、堺川と称されていた川があり、原野の境ということから、堺野のと命名された、とされている。現地名については、駅名が後年地名化したもの、 単式ホーム一面一線を有する地上駅。かつては相対式ホーム二面二線を有しており列車交換が可能であった。堺野の集落がある。駅跡を示す石踏みが建造されている。ありがとうございます。